たないといけない試合だったので、しっかり勝てたのが本当に一番だと思います。はい、チームとしては球際のところで絶対に負けない、ぶつかり合いだとかそういうところで絶対に負けないということを監督も言っていたので、みんなはそこはすごい気合い入ってすごい激しくぶつかり合えてたと思います。ショートカウンターみたいな形で、うまいことボールを肩がつないで、ロコが最後自分の動きをしっかり見てくれていた、ので、常に自分ぐらい走るから動き見といてとは練習から日頃言ってたので、すごいいいパスが来たので、決め切るだけでした。パフォーマンスはそうですね、いつも会った時に朝あれやってるんで、ゴール決めたらいつかやろうなって言ってたんで、やっとできてよかったと思います。冷戦ですけど、しっかり回復して最後にいい準備をして、一戦一戦しっかり勝っていきたいなというふうに思います。